オン、オッケー。毎度です。17インチです。ビレットでマホガニウッドで、注文しました。ヌメヌメのグリングリンです。裏は真鍮止めです。もうツルツルですね。ささくれの引っかかりは一切ゼロです。もう手触りも抜群ですね。削り出しのバリも、出てきておりません。最高の仕上がりです。いつもの通り吸血の 102mm ですね。 PCD はで、コアがサンドイッチされてます。で、17インチがすでに売り切れて、また今回、入荷したんですけども、で、毎回やってるのがですね、17インチ、ちょっと2インチディープなんですね。いわゆるちょっとこうググッとこうちょっとこうなってるんですけど、これはフラットです。フラットの要するに平らの17インチです。要するにギュッとこうなってないっていうね、ディープになってないタイプの17インチを、作ってもらいました。もうアルミなんですごいめちゃめちゃ軽いです。そんでいて分厚いので、まあ頑丈ですね。うん、まあそうそうグニグニは曲がらないと思います。でちゃんとコアもちゃんと入ってますので、まあそうそう曲がらないと思います。でしかも安心かどうかわかりませんけど、18リベット止めです。18リベットです。手抜きをしてません。ちょっと鬱陶しいかもしれないですけど、うん、まあ、歪むということはまあまあないと思いますね。うん、18ではなく9でもいいと思うんですけど、たまに6リベットとかでやっぱりね、ウッドがその寒い日暑い日1年繰り返してるとだんだんウッドが歪んでくる場合があるので、そこをちゃんと歪まないように、18リベット止めをしてますね。ここに隙間ができるとこの指紋が入ってスパッとこう切れるわけですね。うん、指がそういうことはまずないと思います。やっぱりね、アメリカのいろんなブランドありますけど、やっぱね、新品の状態からささくれてたりとか、ここに隙間があったりするんですよ。そこにこうハンドル切った時にスパッとこうその指の指紋というか皮がその隙間に入ってですね、昔のお家に住んでたことある人は知ってると思うんですけど、旧家とかに住んでらっしゃる方は、私の家もそうだったんですが、廊下とかのねその板と板の隙間にこう足の指入ってスパッとこう切ったりとか血豆を作ったりする時があるわけですね。でそれが嫌で、やっぱこの18リベットはとても大事なものかと思います。まあ長いこと使っていただければ嬉しいなと。うん、なので隙間が入ったら買い替えればいいじゃんではなくて、隙間がもともとできにくいよっていう、やっぱり、そういうところがね、手抜きなしっていう感じでいいのではないかと思い、まあうちは18リベット。安心安全の、指の皮が挟まれないっていう、そういう18リベットうちの、今回、希少な17インチ。今回、今年は、10本取ったんで、まあ、当分は大丈夫でしょうね。毎回、ディープタイプがですね、必ず売り切れるんですよ。だ17インチをね、日本でやってるところが、多分少ないんでしょうね。うん。で、今回、ディープタイプも、10本ぐらい仕入れましたんで、まあ、当分、大丈夫かなと。うん、1年、2年、そこらは。うん。で、ちゃんとポリッシュしてます。無垢のポリッシュですね。なので、メッキとかをかけておりません。なので、ちょっと、
薄い線傷はちょっとご勘弁ください。うちでも見てるので、来て。で、あまりにもこの線傷はちょっとどうなのっていうのは、またあの、ポリッシュし直しております。そこから、それがまた大変でね、あの、ちょっとでかいバフを、あの、こんぐらいぐらいの羊毛が回ってるバフを、ちょっと購入しようかどうしようか迷ってるんですけど、ちょっと小さい線傷はこれね、これである程度磨いちゃって、線をね、消してるんですけど、うん、まあ、完璧ですね。で、クリアも、かなり分厚めに吹いて、で、ギンギンに磨いておりますんで、トゥルトゥルのテカテカです。ということでですね、17インチ。クラシックウッド。まあ、50s、60s あたりで、なんて言うんだろうな。あとは、まあ、それ以前ですね、40s、30s で、パワステのない、それで、そこそこ室内の広い、お車でいかがでしょうかね。私のリンコンはですね、やっぱ、17、18インチぐらいかな。もう一回りでかいんですよ。それで、もうこうやって握らないと、ここが窓枠に当たっちゃうんですね。なので、ここによくあざを作ってたんですけど、これ17インチなんで、まあまあ、うん。まあこれが最大かなと。18は、うん。作らないね。もう多分17インチで多分よろしいかと思います。ちょうど肩幅ぐらいですよね。うん。あと、大きいのはもう、こういうあの、バスの、あれになっちゃうんで、あと、30sとかね、20sなんかこういうステアリングになってるのがありますけども。うん。だ17あれば結構重たい重捨てのアメ車でも回せるのではないかなと思います。ちゅうことで、今日は17インチの特注17インチ、マホガニーウッドの、アルミビレット&ポリッシュの、ステアリングでした。じゃあねー。